こんにちは、計測技術研究所営業の馬場と申します。本日はNAB ショー2011会場からお届けします。当社は計測技術研究所ということで、従来からですね、特に非圧縮型のレコーダーを多く市場にですね、供給させていただいております。で今回はちょっと当社としては異例なんですけれども、韓国のレッドローバーという会社とですね、共同開発によります、多分市場といいますか、この産業界で初めてと思われます 4K の、ステレオスコーピックモニター、 4K3D LCD モニターですね、展示してございます。これはハーフミラーを使用しました 4K の LCD パネルを2枚使用しましてですね、右の目、左の目それぞれに 4K のイメージをお届けするということで、フリッカーもないと、自分割とかですね、そういったスプリット形式とは違いますのでですね、大変スムーズな映像がお届けできるということで、いろんな医療現場ですとか、いろんなそうですね、設計現場ですとか、科学的な分析現場ですとかですね、そういったような用途にお使いいただけるんじゃないかというふうに思っております。とりあえずプロトタイプということでですね、今年の夏以降受注を開始して、今年の末ぐらいから、出荷開始というのを今目標にですね、やっておるところでございます。それが今ご紹介しました。で、その隣にございます、こちらですけども、 UDR の 40SDV と申します。これも、実際には昨年の末にですね、発売開始をさせていただきまして、今年の2月からすでに出荷ですねを開始いたしました。入力出力に従来の当社の非圧縮レコーダーは、HDSDI 入出力ということでやってきております。で、それにですね、今度は DVI、市場からの要求がなかなか強いものがございますので、 DVI 入力および出力を8チャンネルもしくは4チャンネルつけた2機種をですね、ラインナップとして揃えて、おります。本日はそのレコーダーから、先ほど申し上げました 4K3D モニターに映像を流してですね、皆さんにアピールさせていただいているというふうなところでございます。外力、そういった2つの製品をですね、今回 NAB でもって紹介させていただいております。